明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日からね。まあ、ゆるゆると始めていこうかなと思います。まあ、休みボケがあるので、まあ最初はね。ゆっくりゆるゆるとね。やっていってまあ、スピードアップしていければなと思っています。えー、前回のね。予告通りファミコンのエミュレーターを作るというのを、これから本腰を上げてやっていこうかなと思います。 前回もまあ頭出し的なことをしたんですがまあ今回も頭出し頭出し的なことをやろうかなと思います休み中にねあのこのラストでネストメーター書くっていう記事はざっくり読んでだいたいなんとなく流れはつかんできたのでまあその話をしつつですね買ってきたものがいくつかあったりするのでまあその辺の話をしていこうかなと思いますまずは買ってきた話をしようかなはいでまあここですねはい 今日は3目でお送りしてますけど3目じゃないか2目か、はいえー、買ってきたものがまあいっぱいありますとまずカセットをね仕入れてきましたあのー、これディスクレーマーですけどえっ、ー、とねファミコンのエミュレーターを作ること自体は全くもって合法なんですがそのエミュレーターでファミコンのソフトを動かす時に、まあ、探せばね、あのー、ネットの海の中にはねこういうマリ,マリオブラザーズとか ドラゴンクエストなんかの,あの ROM, ファイル ROM のデータが落ちてるんですけどそれを使うのは違法なのでお気をつけくださいなので必ずそういう場合はファミコンのカセットを買ってきてで後で紹介しますけどダンパーというもので、えー、吸い出して、えー、パソコンに持ってきた上でそいつを動かすってことをしなきゃいけませんなので、まあ、その機材を揃えてきたという話ですね で買ったソフトなんですけども、まあ、一個一個紹介していこうと思いますでまずはまあ定番のマリオブラザーズですねこれがマッパーゼロと呼ばれるもので後で説明しますけどこの CPU のこの,の,この、ね、ラストネセミュレーターを書くっていうこの記事でやっていくとこいつは動くようになります、はい、なのでまあこれは必須という感じで買ってきました330円安かったはいでまあ これはね、マッパーゼロじゃないので、ちょっと工夫がいるはずなんですけど、まあわかんないけどね。えっ、ー、と、マリオブラザーズ3もね、売ってたんで買ってきました。同じく330円安い。で、えー、最終目標にしてるのが、このドラゴンクエスト4なので、ドラゴンクエスト4も買いました。550円で安いかったですね。はい。あの、アマゾンで調べたら、箱割りのやつ2万円くらいだったんで、びっくりしたんですけど、普通にハードオフ行ったら、 売っってました安かったであとはまあここからはあの一応あったんで持ってきた的なものばっかりなんですけどドラゴンクエスト2、えー、あ32ですね3と22つあったんで一応持ってきました、まあ、使うかどうか分かんないですでえっ、ー、とロードランナーはこれマッパー0ってやつで、まあ、これもマリオブラザーズと同じで今回のエミュレーターを作るだけで動くようになるもののソフトのはずです ちょっとよく調べてないんで、もしかしたらマッパーゼロじゃないかもしれないですけど。はい。まあ、これが1個。まあ、2つあった方が何かといいかなということで、2つね、マッパーゼロのものを用意しました。はい。あとは、あったんで、ファイナルファンタジー3持ってきました。はい。あと、ヨッシーの卵はちょっと懐かしかったんで、買ってみたというだけですね。動かすかどうかもわかんない。はい。で、えっ、ー、と、これも家にあったんで持ってきたんですけど、 キラキラスターネットデラックスっていうやつで、えっ、ー、と、そこそこ最近発売された、えっ、ー、と、ファミコンソフトの中でも、直近なのかな直近に発売されたソフトの一本ですね。はい。な、なぜか買ってたんで持ってきました。はい。というものが、ファミコンのソフトになります。まあ、目標としては、マリオブラザーズを動かして、動いた、あの、確認した後に、えっ、ー、と、ドラゴンクエスト4、もし、 は、えー、とマリオブラザーズ3のためにマッパーというものがの実装が必要になるんでその実装をしてなんとかね「ドラゴンクエスト4」「マリオブラザーズ3」を動かすっていうのを目標にやっていこうかなと思っていますはい見切れてないかな大丈夫かなはいとでえっ、ー、とこ,これがねダンパーってやつですねえっ、ー、とレトロダンパーっていうね定番商品というか まあダンパー自体そんなにもの多くないんで、まあ、こいつを買いましたで、えー、となんかいろいろあるんですけどファミコンを直接させるタイプのものを買いました、はい、でここにこれをガシャコンとやって USB ついてるんで USB でパソコンに接続すると,、えー、とデータを吸い出せるっていうものですね、はい、まだ使ってないんですけど、まあ、これを買っておけば大丈夫だろうということで、まあ、このダンパーの話はもうちょっと後で別の話もします、はい、あで えとね、古いファミコンファミコンのソフト全部古いんであのファミコンのソフトなんかをこうダンパーに挿す時にここの端子部分が傷んでたりあの汚れてたりすると挿して抜いたりするとここのここのねあのカートリッジの挿す部分がぶっ壊れちゃうことがあるらしいんで、えー、とその情報を仕入れてたんでそのために。 いはいえー、と接点復活剤っていうやつと,、えー、と電気電子パーツクリーナーっちいうのを一応仕入れてきています、はい、これどっちもクレクレですねクレの製品ですね、はい、でこれで、えー、とここをねきれいにした後にザスコンと刺してあげれば大丈夫だろうということで、えー、2つ買ってきていますはい ということで、えー、揃えたものは以上ですね。はい。で、えっ、ー、と、その他の話なんですが、えっ、ー、と、ダンパーですね。ダンパーについて、えー、もう一個ね、ダンパーを買ってはいます。まだ届いてないので、しかも作んなきゃいけないんで、まあ、こういうもんですね。えっ、ー、と、カートリーダーっていうもので、 YouTube とかでね作ってる方の動画とかあるんで見てもらえばいいかなと思うんですけどえっ、ー、と、まあ、ファミコンに限らずスーファミだったりニンテンドー64だったりなんかまあいろいろほとんどのカセット機器カセットを読み出せるようなやつですねでいいところはこれ単体で書き出せてあ書き出せるっていうか SD カードをジャスコンって指してなんかここのボタンでピピピって操作して あの吸い出すみたいなことをやると SD カードに直接書,書き出せるんであもうこれ単体でいけるっていうやつですねファ,ミあのファミコンじゃなくて、えー、とパソコンいらずというものになっています中身的にはアルディーノが入ってて撮ってるみたいですけど、まあ、ちょっと詳しいことは詳しいことは分かるんだが説明しないでおきますはいで、えー、V5 っていうのがこれかなこれかこれなんですけど こいつを作ろうと思って、基板を注文したり、えー、ここのね、カセットの差し込み口を注文したり、このディスプレイ注文したりっていうのをしています。で、えっ、ー、と、アリエクスプレスで揃える形になってしまったので、だいぶ時間がかかっています。基板もね、発注してから、数、週間、二週間、そんなかかんないか。発注してから、それ、それなりにかかるんで、あの、時間がかかります。 はいまあ、これはねあの届き次第裏で作って、まあ、動いた動いたっつって喜ぶだけなんで、まあ、趣味の範囲ですね、はいまあ、こういうものもあるのでまあや,やりたい方はやってみるといいんじゃないかなと思います、はい、まあレトロダンパー買っちゃったのであまりある,ある意味はないんですけどまあなんか電子工作も楽しそうだなと思って買ってみた次第ですねはい以上でですね えっとシえっ、ー、と、ライト、ライティングネスエミュレーターインラストなんですが、えー、重大なことに気づきまして、まずその話をしようかな。はい。えっ、ー、と、目次これですね。はい。で、CPU をエミュレートするというところで CPU をだいたい作り終え,終えちゃいます。で、えーと、カートリッジとかバスは置いといて、で、PPU というのは GPU みたいなもんですね。で、こいつをまあ同じような形で まあ、じ作っていくというような流れになっていて、で、ジョイパッドで、スクロールっていうのは PPU の一個の機能ですね。ちょっとでかいみたいなんで、スクロールを別に別立てしてますけど、まあ、PPU をここまでで実装するということで、で、APU っていうのが音鳴らすとこですね。こいつが、まあ、肝だと思ってたんですけど、APU のエミュレートがですね、えー、カミングスーンに <laughs> なっていて、記事がありません。なので、えー、 ここの記事をそのままなぞっていったところでですね、音が出ないということが、えー、判明しまして、参ったなというところなんですが、えっ、ー、と、ライティングネスエミュレーターインダストをやったというね、記事でもあるんですが、えっ、ー、と、ネスデーブウィキとかね、いうのがあったりして、ファミコンエミュレーター作り方とかもね、いろいろあって、ファミコンのエミュレーター作るっていうのはね、めちゃくちゃいっぱいやられてて、 あの先行先駆者の方の知識がむちゃくちゃあるので APU の作りり方についてもあ,のありますで、えー、とファミコン APU とかで調べるとですねあのサウンド研究するとかねあのどうやってどうやって実装するかの詳細までねあのライティングでセミュレーターインラストみたいな感じで。 立ててでで書いてあるところは見つからなかなったんですけど例えば、えっと、ノイズチャンネルの再現方法とかね見,見るとノイズの音をどうやって再現すればいいのっていうのはねある程度詳しく書かれてたりするページもあったりするので、まあ、この辺を見ていけばなんとか実装ができるかもなというところで今んところ、まあ、やってみようかなという気は今んところあります。はい これをやらないと音が出ないので、まあやらないとねすごくつまんない感じになっちゃうんで、ね、これは絶対やりたいんですけど、まあつまずきながらねやっていく形になっちゃうかなと思います。はい。まあそんなに音に関して劇的に難しいというところではなさそうな気もしているので、まあややりゃできるかなという感じがしてます。 でえっと、ネスデブウィキってやつがね、ここでも紹介されてますけど、えー、っと、仕様がね、むちゃむちゃ詳しく載っていて、まあ、これあの、メモリのバンチなんですけど、メモリのバンチにこういう形でデータ,がデータを入れると、音が出るよっていうようなことが書いてあって、で、ビットの30が PPP なんで、えー、っと、まあ、よくわかんないけど、えっと、モードフラグがビットの7番目にあったりするよみたいなね、なんかいろいろ書いてあります。 モードピリオドかな、はいまあ、ここで音色変えるだと思いますけどそうですね多分ねはいまあなんかいろいろあって、まあ、詳細が載ってますでそうですね80にしてあげると、えっと、44743.2Hz でサンプリングレートがあって、えっと、ファンダメンタルが 4811.2Hz で。 みたいな形で、えー、と右の音が110.4日なんでこれが高さかなピッチかなうん、なんかまああるんで、まあ、この辺をねまあ書いてある通りに実装すればそれっぽい音が出るっていうところまではなんとかなりそうな感じがしますこれはノイズなんですけどえっ、ー、と制限波と,、えー、と三角波じゃなくて区形波2本かな制限波1本と区形波2本のはずなんで、まあ、その2つも別立てで、えー、APU の サインウェーブと,、えー、と区形波っていうのがどっかに、えー、記事として載っているはずです。探してみようか。ああとねパルスとトライアングルとノイズがあるんでパルスが区形波ですね。で区形波は、えー、と4,000番のところから4,003番まででもう1本が4,004から4,007まであって、まあ、こんな形でデューティーとか指定してあげると音が出るよっていうような形になってるんで。 まあエミュレーターとしてはここのバンチのデータを読んでえどういう設定になっているのかを解析というかが分かるんでそれに対しての音を出せばいいっていうような形になるはずです。はいまあ、難しさはいろいろあると思いますけどトライアグルも一緒で同じような形で4,008番のバンチにデータが入っているんでそいつを読み出してきてゴニョゴニョするというようなことをする形になってますね。はい ちょっとこの話は後々また出てくるんで、その時にまた詳しく話をしようかなと思います。はい。で、まあ、APU はないんですが、CPU と PPA に関してはしっかり記事があってですね、えー、と読んでいけばそれなりに作れていくというような形なんですが、えっ、ー、と、すべてが書いてあるわけではないです。えー、ざっくりね、こう作ればいいよ的なコードがザーっと書いてあって、えっ、ー、とね、 えっとね、どこかな。8ビットコンピューターなんで、命令がね、単純計算で256個あって、256個の命令全部、こうやって実装していくよというふうに書いてあるわけではなくて、えー、っと、もうすっごい大事な部分だけは書いてあるんだけど、それ以外のことに関しては、えー、こんな感じかな。えー、どこかな。どこかな。次のページかな。はい。残りの CPU の命令の実装という形で、 あってまあ難しいところはね ADC という命令はあのこんな感じで実装すればいいよみたいな一番難しいよみたいなこと書いてあったりあのあの実装必要ない部分がちゃんとあの言及されてたりして非常にありがたい感じなんですけどで PHPPLP っていうのもねありますねみたいなねこれもちょっと難しいからなんかちょっとコメント書いてあったりするんですけど他の命令は。 あの実装方法は書いてなくて「まあ、頑張れや」というような形になっています。はい、で PPU の方も多分一緒であのざっと見たんだけど覚えてないからまあいいやあの、まあ、全部が書いてあるわけじゃなくてある程度書いてあってあとは頑張りなさいというような形であの分投げ感がありますが非常にあのフォローアップがしっかり書いてあるのでまあできないことはないだろうっていうような形ですね。 はいまあ、ここに来るまでにある程度 CPU の実装は分かってるんでまあこれをこれをまあうまいことやっていけばいいんだろうっていうような形でまあこんな感じでねあのなんかなんかそれっぽくね定義を書いてつけていけばいいのかなみたいなふうにも見える感じなんで、えー、まあねそんなに難しくはないでしょう、はい、で実装自体もねこんな感じでオペコードに対しての、えー、と実装はこれっていうような形で 実装してていいいいけばいいようなな形になってるので、まあ、簡,単簡単ではないが、まあ、そんなに難しくはないかなっていう、まあ、作業量がちょっと多いかなっていう感じかながしていますはいでですね、えっと、マッパーの話しなきゃいけないねマッパー一覧がいいかな はい。で、ファミコンには、マッパーっていう機能があって、それ何かっていうと、えっ、ー、と、ファミコンのカセットに入ってる、えー、ロムですね。あの、プログラムですね。プログラムは2キロバイトっていう上限があって、じゃあ2キロバイト以上のデータ使いたいで、あの、ファミコンはどうすんねんっていうのが問題としてあります。で、 ここで探すのめんどいなまあいいやあなのでそのメモリロムの一部をこう差し替えるみたいなことができる機能があってそれがマッパーって言われてるものですねでそれの実装が別途必要になりますこの,あのライティングネスエミュレーターインダストにはないのででファミコンのタイトルに対してマッパーが0ってものはこの実装で動くと思うんですけど 2とか4とかね。0以外のものっていうのは全部マッパーの実装がないと動かないです。で、マッパー1っていうのはこういう感じの、あの、別のマッピング方法をしなきゃいけないみたいなね。メモリのマッピングをうまいことやんなきゃいけないみたいなことがあって、まあ、めちゃくちゃいっぱい種類があるんですよ。で、例えば、えっ、ー、と、マリオ、マリオブラザーズ3だと、 えと4番っていうマッパーの実装が必要でマリオブラザーズは0マリオブラザーズですねはロ番なんでマッパー0マッパーの実装なくても動くというものになってるんですがマリオブラザーズ3は4番の実装が必要でドラゴンクエストは4は1番3も1番 でえー、と2が2番なんでまあ4を動かしたい時は、まあ、1番ですね1番の実装が必要という形になっていますでまあめちゃくちゃいっぱいあるんであの世に出てるファミコンエミュレーターはほぼ全ての実装をしてるんだと思うんですがさすがにこの実装をチクチクやっていくのはこのねあのソフトを揃える必要もあるし むちゃくちゃゃく大変なのであのやらないですで必要最低限の1番と4番かなあたりを実装してみようかなと思っています実装方法については全く調べていないのでうーんまあおいおい調べていこうという形ですねまあ挫折するかもしれないですが一応ライティング NSM 単位ラストをやった後に えー、AP の実装が丸ごっそり抜けてるんで AP の実装をしてでマッパーの実装をして「ドラゴンクエスト4」が動けばやったとそれが目標になっております。はい、ということでですねまあ次回から環境構築あたりからねやっていこうかなと思います。でラストの環境を作るだけなんでまあ普通にね Mac にラストをぶち込んで。 作っってていいこうかなと思っていますちゃんとねテストコードもあるんであのね非常にあの親切な記事になっておりますはい始めましょうじゃないよね次回は3かなはい CPU のエミュレートからやっていこうと思いますということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いしますでは